こんにちはまた来てしまいましたわ <laughs> あらこれはふむふむ鍋料理の特集ページですのねどれも美味しそうですわな何ですのこれグルメ雑誌には似合わない まるでストリート系ファッション雑誌のようなキャッチコピーイフリートが俺にもっと沸騰しろとささやいている白米かける残り汁締めの解答完了これはさすがに笑ってしまいますわえー、っとなになにゴージャスに決めるならこのゴールデンお鍋で決まりあら の形、どこかでああもう忘れかけようとしていましたのに少しばかり嫌なことを思い出しましてつい取り乱してしまいましたわあれは少し前のことですわ。 町外れの古い工場に強力なモンスターがいるとの噂を耳にしまして、女神として放っておけませんでしたので、すぐに現地へ赴きましたの。そのまま奥に進むと、噂のモンスターを発見しました。ですが、その、見た目が金色の土鍋に手足を生やしたへんてこなロボットでして、 ゲーム業界にはもっとヘンテコなモンスターもいますので、それほど驚くことはなかったのですが、いざ戦ってみるとすごく強くて追い詰められてしまいましたわ。そんな時、5人の冒険者たちが影を実体化させる技で助けてくださいましたの。おかげで無事モンスターを討伐することはできましたが、とても格好悪いところを見られてしまいましたし、 ソロで倒すことができず悔しい思いをしましたわそういえば黄色い方がわたくしのことをお父様と呼んでいたのですけれどあれはどこかの方言なのかしらうんなるほどそういうことでしたのねあなたにお話ししたら 少し気持ちが晴れたような気がしますわ。そろそろ戻りませんと。それでは失礼しますわ。